ドッキリ大成功。おい起きろよ。なんで全員聞いてんの？じゃあ順平、順平、やばい事実言っていい？お前さ、寝ながらさ、ずーっとさ、こうやってたの。どういう意味なの？今日は、今日はですね、話聞けよお前さ、妹がさドッキリしてやってんのにさ、鼻くそねりねりしてんじゃねえよ寝ながら、気持ち悪いな、してんだよちゃんと。なんで寝ながら話そうしてん、気持ち悪いんだけど。今日はですね、まあ前あの撮影できなかったじゃないですか、私の都合で。だから申し訳ないと思い、ドッキリを仕掛けてあげました。順平念願の、どうですか、人生初めての寝起きドッキリ。本当にめちゃめちゃいい反応だった。怖すぎる。寝起きドッキリ怖すぎる。え、何にも気づかなかった。あの冷蔵庫開けたりとか、あの自動のゴミ箱が開いちゃったりとかすごいしてて、これワンちゃん順平なんかさ結構敏感じゃん、絶対起きてんだろうなと思ったけど。本当に怖い。まああの女いる心配とか全くしてない、ちなみに。キモ。なんか髪の毛なんか朝の7時に起きようと思ったんですけど、起きれず、8時に起きて、8時に家を出て、あの、スタバを飲んで、優雅に、今何時？歩いてきました。9時。時間足りてない。何？ 6 時間寝てない。あやなんて3時間だよ。あ、3時間じゃない、4時間ぐらいしか寝てない。だから、この動画の収益全部私です。ふざけんなよ。全部あやだよ、頑張ったもん。あや、これじゃあこの動画終わっても寝れない、寝れるよ、寝れる、私寝ます一回。じゃあどうぞ2日目選手権。裏を言うな、この後の今日の動画のやつ言うな。どうする、だって家で俺めっちゃ一人で飲んでんだよ。え、どういうこと、動画も撮ってる。あ、そういうこと。なんかお前さ、なんかよだれでなんかめっちゃ白くなってんだけど。きっしょ。きっしょ、こいつ。じゃあ二日酔いなの今。あ、だからチャミスを置いてあったの。そういうこと？なんかもう一人身で悲しすぎてチャミス飲んでんのかと思った。違うよ。え、じゃあ、え、二日酔いなの？うん、でも。じゃないでしょ。違う。チャミス
それ一本で二日酔いになんないで。怖い。マジ怖かった。本当に怖かったわ。本当に怖かった。でも純平が鼻くそをネリネリしてて、そっちの方が、あやは怖かった。そっちの方が怖い。だってずっと何かさ、目つぶってた。ずっとこうやってネリネリしてた。あや怖すぎてさ、触れようか迷ったもん、怖すぎて。鼻くそほじって、うん、そこに吸ってんの俺無理なの。だから起きるまでちょっと。バカじゃねえの。え、じゃあちょっと浅い眠りだったの。わかんないな。本当、お、本当わかんない。もうマジで無意識。キモ。マジで無意識だった。じゃあ本当にキモいやん。ゴミ箱捨てようと思ったの。うん。落ちしろべて。うんうん、こう目開けてファーだったから、うん、いやこれもう目開いてたのよ。ゆっくりこうやって目開いたからちょっと。あ、もうこれ本当俺全く記憶ないわ。でもこれね、罠なのが結構暗くて見えるか説が問題。マジ本当に驚いてんだけど。いやでもちゃんと収まってると思うよ、うん、でも本当にキモかった、ひたすらあやは。寝ながらだって鼻くそネリネリして。こっちでさ、これさ、寝起きの時のさ、史上最強にさ、キモい回なんじゃない。結構さ、これさ、撮る前にさ、昨日さ、寝起きドッキリ結構調べてきたのね。みんなどうやってやってるんだろうと思って。結構みんなさ、わーって感じなのにさ、もうさ、多分、純平がネリネリしてるところさ、多分、世にも不思議な物語みたいな BGM 流れてよ。トゥルルル。どうだった？マジ嬉しい。嬉しい。なんか、あやが本当にそういうことやってくれて。お前足ツルツルでキモ。うわ、あやがドッキリ仕掛けてくれた。でこれで一本でしょ。そうだよ。マジ嬉しい。じゃあ今日撮影なしでいい？やろうかな、やっぱ一時からもう一本。じゃあもう帰んない、眠いし。え、でも10分で帰るじゃん。うん。めっちゃいい。え、でももうマジ毎日寝起きドッキリでいいよ。なんで毎日お前のネリネリ見ないといけないんだ。気持ち悪い。ネリネリとこれどんどん増えてくんだよ。ほら、白いシミがどん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 、よだれでどんどん増えてくる。うわ、マジで大成功やん。せーの、大成、ドッキリ大成功。